こんにちは、こんちゃんです。久しぶりのカメラですね。演奏するときは、ですね、iPhone の方がいいんですよ。マイク使えるんで、マイク買ったんでね、マイク使えるんでいいんですけど、まあ、今日レビュー動画、で、特に演奏もしないので、画角が広い方がいいかなと思ってね、こっちのカメラで撮ってます。ということで、はい。吹き込みました。いや、やばいっすね。このモーリンさんのね、メタル尺八ですね。ロックスのライトタイプですね。ライトタイプ。ね。まあもうボーナスも近いですし、僕ボーナスないお仕事なんですけど、ボーナスも、近いですし、あとですね、何が近いのか。ボーナスは近いのはいいと。クリスマスが。自分へのクリスマスプレゼントにね、まあこれ2万なんぼですかね、3000、2万4000円ぐらいですかね、2万4、5、3000、4000、5000ぐらい。はい。これを実際に買うかどうかっていう。やっぱり自分でね、手に取ってなかなか吹いてみるのは、周りの方がね、頼まれてないと、難しいですし、まあちょっとでもロクスンちょっと欲しいな、みたいなね。ロクスン、ホームで吹きますので、胴始まりで、胴っていうか、これ。ロツレチチエロロツレチリリですかね。うちだったらヤーなんですけど。っていうふうにね、まあ、ホームランも吹ける、ロクスン感なんですけど、まあ実際ね、これに、できること、できないこと、いいところ、悪いところ、みたいな感じで、実際のね、レビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日比べるのは、ゲッセンさんのメタル尺八。ゲッセンさんのメタル尺八。ね。ゲッセンさんのメタル尺八と。タケ。まあ、これ10万円のね、流水さんのね、10万円の、のロックスン管ですね。はい。では行きましょう。まず、皆さんが気になる一つ目、おつろ。これカンドロ。通常の尺八はこんな感じです。まあ、奏者の、ね、方の腕前にもよるんですけど。まあ、ビリビリ言わして、こう、ふわーっと広がるようなおつろですね。はい。で、まあ、結構、爆音タイプ、オリジナルタイプ、清純さんのような爆音タイプなんですけど。ゲッセンさんの方の方が、ボリュームはやっぱり、こっちよりこう、大きいです。で、あと、ビリビリ感ですね。ビリビリ感も大きいように仕上がってますね。息を結構全部受け止めてくれる感じ。モーリーさん。わかりますかね？第2段階まで出ます。第2段階まで。こっちが。芯の通ったビリビリが。ほんのかすかに。ビーっていう、ビーってほんのかすかに入るんですよ。で、こちらは。結構ビリビリくるでしょ。さらにビリビリくるでしょ。で、
お兄さんの方は、このこっちがゲッセさんの方がぐらいだとしたら、もう一段階下げてます。ね、はい。まあこっちでも出るかもしれないんですけど、出しやすいです。だからおつろの。あの一番出しやすいです。言ったらこの歌口がかなり前よりもかなり改良が進んでますので、そのおかげで入った息が全部音になる率が高いですね。うん、入った息が全部音になるのが高いんですよ。で、あとは、その、まあ、森さんも言ってたんですけど、あとはバランスなんですよね。うん。選手さんのエアリード X は、こう入れて、こういって、で、それが、まあ、音がこう渦巻いていって、で、もうめちゃくちゃな爆音がする。うん、ただ、やっぱりその、ちょっと、その、まあ、僕以外にもレビューされてる方がいるんですけど、その、おつろはめちゃめちゃ激しいんですけど、この、ピアニッシモの音とかの調整が、やっぱりかなり上手い人じゃないと難しいみたいな感じですね。で、モリさんのこのライトタイプはですね、当然その、おつろが多分エアリード X ほどは出ないんですよ。いや、まあ当たり前なんですけど、まあそのエアリード X ほど出るになると、かなりちょっとこの設計とかも、とかった感じにしなきゃいけないんで、あれなんですけど、逆に、ピアニッシモも出しやすいし、の音もビリビリかかりやすいです。全音。もう全音ね、そのビリビリ感が入ったですね、音も出しやすいし、あととにかくやっぱり楽なのが。瞬間になるっていうことが体感できるので、例えばっていう風にこうバックをねグイって攻めたい時もできるし、優しい音でやっても扱いやすいっていう、だから扱いやすさ、まああとそんなに全然重くないっていうのがあります。
で、正直何よりもいいのが、めっちゃあったかいんですよ、こっちの方が。二つ持ってもらったらわかるんですけど、こっち冷たいんですよ。こっちあったかいんですよ。なんでかって言ったら、マット仕上げになってて、表面が、ちょっとザラザラしてる、滑りにくくなってるおかげで、熱がですね、熱が、こっちみたいに、冷たくなりにくい。だから、冷たくならないので、正直言うと、今、家寒いんですけど、低くなりにくいです、ピッチが。温度的に言うと、竹とあんま変わんないぐらいです。それはかなり大きいですね。冬場でも多分そんなに寒く、冷たくなりにくいかなと思います。では、せいろの方は、あとはまあ、モーリーさんはですね、体幹バッキバキの人なんで、体幹はもうバッキバキになりますね。こんな感じです。多分普通の竹だと。こんな感じです。この辺。みたいな感じなんですよ。でも、楽すぎ笑った状態。まあ、それはもう当たり前のような感じで楽すぎ笑った状態で体幹は出ます。まあ、メタルも出ますしね。こっちも出ますしね。やっぱりね、やっぱりそのゲストさんにしても森さんにもそうなんですけど、体幹楽すぎ笑った状態。やっぱり竹でね、体幹が良くなるっていうのは、やっぱりかなり最新モデルで、かなり上手い人。まあ、ジアンさんとかね、出ますけどね。あと、まあ、選手さんとかも出ますし、あれなんですけど、かなり、やっぱり最新の設計をしてないとかなり難しいんですけども、そのあたりもメタルも、体幹が、みたいな。だからまあ、代価はまあ楽すぎ。みたいなって分かりませんよね。だからちょっと。っていうね、体幹の例の2ね。使えちゃうんですよね。体 幹の2が使えちゃうって楽ですよね、やっぱり。ね、本当に。ミーっていうか、これか。
うん、で、全然実用できる。楽。楽やわっていうね、楽器としての性能が高すぎる。で、まあ、あとあれなんですけど、まあ、長くだらだって語ってるんですけど、あのこれね、これカラ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 ね、ここ閉める。カラカラはまあできないです。できないというか、この音質はできないんで、したかったらとりあえずここ押さえていく、あのここ半分ぐらい押さえて、だできます。お、終わりです。だからあのよくねえ、カラカラができんのはチェコアシじゃないプラっていう方いるんですけど、別にあのできるんで、あのしたかったらここ塞いでください。はい。で、あとね、これがあの、まあ、こっちもそうなんですけど、若干まあそうでもないが、若干高い、ほんのちょっと高いから、L、チールね、チールが若干高い、まあもしあれやったらちょっと添えてやったらぐらいの感じですね。古典本曲とか古典吹くときはですね、はい、以上ですね。ついて以上。あと別に全部できます。はい。だからその、本来の手っていうんですかね。これが本来の手では出ない。出ないので、これは、ちゃんとこれして。以上です。うん。だから別に、の全ての曲吹けますね。まああと音色はまあ言っても別にね、まあ、竹とメタルが違うっていうのはですね、竹でも違うので、はい正直言ったら古漢とか明治、昭和、平成で今の、 あの令和の竹自体も違うので、それはもうその竹が好みっていうのがあれば、それはもう竹の買ってください。まあ、ただ、演奏ですね。皆さんが聴く分には、わかんないです。まあ私なんて、まあ、滝がね、竹の音好きなタイプなんで、まあ、聞いたら、まあまあもしかしたら伝わってるかもしれない。ああ、これ竹の音と。メタルと違うなっていう、まあ違うなっていうよりは明らかにこっちの方が音がでかいので、その例えば吹き方をですね、っていうのを寄せることはできるんですよ。
うん。寄ってきたことないですね。と。似てきたでしょ。でも、普通に行くと似ないんですよ。と。似ないです。なんでかって言ったら、こっちは、まあ、エアリーデックスとかもそうなんですけど、出ちゃうんですよ、排気量が。排気量が、やっぱり設計がやっぱりもう本当現代のもう最新チューンなんで、でもこだわり抜いてね、でもお食にもこだわってんで、出ちゃうんですよ。出ちゃうからついつい出しちゃうんですよ。そうしたらやっぱり音色が凶暴になるんですよね。うん。そう。こっちはそもそもの設計からして出ないんですよ。出ないから普通に同じだけ息入れた時にこっちは出すぎちゃうんですよね。で、その出すぎちゃう音っていうのを聞いてると、いやそんなやかましいんダメってなるんですよ。だから別にこれの機能がこんだけあるとしたら、このぐらいの機能を使ってやると、まあ、100% 同じじゃないですか、似たような演奏はできますね。まあでも、弱く吹かなきゃいけないので、刈らないといけないからね。刈らないといけないのあれなんですけど、まあ音色だけで言えばそういう感じですね。うん。こっちはきっちり使おうとしたら、っていう、じゃあ出し切ったらきっちりの音程のところね、きっちりの音程のところで行くと、やっぱ音が出すぎる。排気量が出すぎる。うん。感じですね。うん。フェラーリを、フェラーリ行動で乗ってる感じ。うん。うん。って感じですね。はい。じゃあ、行きましょう。総合点。総合点。僕は、正直、演奏会でも、まあ、古典、やっぱことと合わせたいです。古典とかですね、古典本曲だったら普通に竹で吹く、練習してない、丸分かり。もうすぐ正月のにね、ちょっともう一回練習してないのね、あれなんですけど、まあ、普通に、古典と古典本曲とか合わせるみたいなの方は、竹の尺八。で、まあ、そもそも別に高いんですよ。借りたらいいと思うんです。師匠に。ね、古典とか古典音曲吹くんだったら、師匠に竹の尺八書いてある。でも、あと、ま、現代曲を吹くとか、あと、現代、尺八も現代曲を吹くとか、あと、大管が激しいやつ吹くとか、音量がいるやつ吹くとか、他の楽器とセッションするとかだったら、もう 100% こっちが、使いやすいですね。うん。だから、じゃあこれが2万5000で手に入るって言うんだったら、3000、5000。まあ、セール中だったら2万3000ぐらいかな。セールしてなかったら2万5000ぐらいかな。100% これも買うべきだ。6寸間欲しいなと思ったらね。うん。
まあ、メリも決まりやすいですね。はい。メリも決まりやすいですね。結構メリも大きい音出るんでね、決まりやすいです。はい。では、まあ、メタルジャカチ買うか買わないかって感じなんですけど、僕的には100%買いですね。ロクソン欲しかったのですね。はい。ということの結論になりました。ありがとうございます。性能的にクジラ岡先生もパッと吹いておっしゃってたんですけど、十分ですね。僕なんかは。まあまあ、トッププロの方がってなると、まあやっぱりいろんなこともあると思うんですけど、あれなんですけど、別に僕は一生困んないかなぐらいの性能はありますね。うん。っていうか、これで困るような現場とかないですしねって感じですね。その録音とか、録音っていうか、まあセッションとかでね、なんかプロでバラすると何かあるかもしれない、何かあるかもしれないですけど、僕は分かんないですね。はい、もう十二分ですね。うん、別に演奏会も余裕で出ますね。はい、ということで、森さんね、6週間ね、レビューでした。ありがとうございました。ほんまいいね。こんにちは。